突然ですが、あなたの変態度を診断させていただきます。題して変態検定。あなたは変態なの？どっちなの？私は変態なんでしょうか？はたまた君が変態なのか？そろそろはっきりしようじゃないか。少なからずこのゲームをやることによって私が変態なのか、そうノーマルなのか、アブノーマルなのか、はっきりするでしょう。それでは始めさせていただきます。 Are you 変態？ Let's go baby, Let's go baby, Let's go baby, Are you my baby?問1、恋人を選ぶ時のポイントは、性格重視、少々顔が悪くても。なるほど。2番、幼稚頭脳、なんて読むんですか、すいません。とても見た目が綺麗で、頭が良くて、性格も良くて、完璧な女性ということですね。そして3番目は外見が重視、とにかく見た目が美しい、そして性格は無視。4番目、人間であること。なるほど。これを見ている視聴者さん、どうでしょうか？あなたは何番ですか？性格重視で少々顔が悪くても。そうですね。例えばアマちゃん、そうですね、アマちゃんの能年レナちゃんなんてどうでしょうか？彼女はとても穏やかで性格が良くて、なんていうんですかね、すごく落ち着くんですよね。見てて癒されるし和むんですよ。しかし他の男性にとっては、いや全然可愛くないじゃんっていう人もいるんですよ。たくさんいると思うんですよ。綺麗な女性というのは、そう、たくさんいます。2番でいう容姿が最高で、頭も良くて性格も良くて完璧、セクシーセク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 シーってことですね。例えば安室奈美恵さんとか、まあたくさんいるんですよ。西野カナさんとか、今話題のアーティスト、可愛い人、もちろん浦原系、原宿系のキャリーパメにしろパメにしろ、たくさんいますよね。綺麗な女性たくさんいますよ。ガッキーとか、もちろん AKB48 とか、少女時代とかいましたよね。足が綺麗で、とても足が綺麗でした。いや、綺麗で綺麗です。今も綺麗です。とても綺麗です。たくさんいますよ。しかしどうでしょうか、皆さん、好きになった人を好きになってしまうんじゃないでしょうか。恋人を選ぶポイント、例えば安室奈美さんに、また話は戻ってしまうんですが、歌がうまい、ダンスが上手、努力も垣間見える、一般的で言えばとても綺麗で有名で、もう何よりもセクシー、もうとにかくセクシーなんですよ。他にもいますよ、北川景子さんとか、はい、綺麗な人たくさんいますよ。松嶋菜々子さん、広末涼子さんだったり、まあ、たくさんいますよね。たくさんいますよね。で、能年玲奈さん、とても好きなんですよ。でも、もしもですよ、その代表的に一般的にこうランク付け、いやらしい話なんですけど、ランク付けというか表ね、やった時に能年玲奈さんは10位以内に入れるのか、いや入れないかもしれない。来年再来年にはもっと下かもしれない。安室奈美恵さんとかね、やっぱ安室奈美恵さんとかすごい強いんですよ。でも自分の中ではやっぱ能年玲奈さんですよ。いや、ガッキー、
バッキーすガッキー、いやもうねレナさんですよね。どうですか、あの恋人好きな人が本当はおっぱいがすごい好きだ、そう大きいおっぱいが好き、でも好きな人がおっぱいが小さかった、もしくは乳輪が大きかった、乳首に毛が生えていた、そんなことであなたは好きな人を嫌いになってしまうんでしょうか。あなたが人を好きになるという気持ちはその程度なんでしょうか。好き、大好き、大切にしたい、守りたい、そう思える人が恋人なんでしょうか。いや恋人だと思うんですよね。恋人にしたいって思うポイントなんじゃないでしょうか。外見重視で性格は無視、どういうことですか。セックスフレンドってことですかね。セックスフレンドってことですかね。何ですかこのいい加減な恋人を選ぶポイント、こんななんですか。やれればいいんですか。人間であること、豚でもいいってこと、何穴があればいいってことなんでしょうか。どういうことですかこれ。好きになった人、好きって一時何か理由がいるんですか。好きになる人を好きになることにいちいち理由がいるんでしょうか。何ですか。おあし好きな、なんですか。いやでも楽器かな。楽器もいいよね。楽器いいよね。あのなんですか、あのチョコレートの CM 見ました。チョコレートのミルキーキスでしたっけ。もうあもうね、たまんないんですよ。楽器いいんですよ。でもノーネーネーさん、ぜあしゃべくりセブン見ました。しゃべくりセブンでギター弾いてるのとか見ました。もうちょっとアマちゃんもそうなんですけど、普段のノーネーレナちゃんすげえ可愛いんですよ。ほらね、しゃべくりセブンでギター弾いてたでしょ。ギター弾いてたり、良い子の浜口さんのね真似をして大きい声を出してみたり、すごいたまんなくて、もう楽器もすごいそれ。楽器やメルティーキス、ミルキーキスでしたっけ。ねえ超可愛いっすよ。でも今はノーネレナちゃんですよね。どうですか皆さん、誰が好きですか。恋人を選ぶ時のポイント、あ好きな芸能、あ恋人、あ性格重視で少々顔が悪くても、顔が悪い、いや綺麗事かもしれない。もちろん見た目が良くて頭も良くて性格良しの完璧な異性でもね、綺麗事かもしれないけど、問い1は一番上の性格重視です。はい、では今回も最後まで見てくれてありがとうございました。検定が終わるのはあと30問で、全部で30問答えると、変態かどうか検定してくれるらしいんで、あと29問ですね、やってみたいと思います。では今回は、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また、他の動画も見てくれると嬉しいです。じゃあね、またね、チャオ。